はい、どうもメイデルです、今回ですけれども、ナミネいつ復活するのかという考察動画になります。これナミネいつ復活するかっていうね、まあ、コメントめちゃめちゃ来るんですよね、まあ、なのでまあこれを機にですね、まあ、ちょっともう考察の動画を上げてしまおうというお話でございます。でまずはですね、ナミネさんはですね、いつ登場したのかということで、去年の2022年9月ですね、こちらの8日に、第2弾新ツムとしてアクセルとナミネが、同時に、新ツムとして登場しておりますというところになっております。でここからまだですね、一度も復活していないんですけども、今年復活するのかというところの、考察をするとですね、まあ、今年はかなり厳しいんじゃないかなと思っております。っていうのもですね、まあ、ちょっとキンハー絡み、の、まあ、ゲームですね、新作のゲームとかがじゃあ来るのかっていうところなんですけど、来るんですよ、来る、画面切り替えまして、キンハー4とか、まあ、スマホの新作とかが来るんですけど、これがですね、まず発売日未定なんですよね。はい。ということで、キンハー4も、新しくね、今開発が進んでるみたいですけど、まだ待っていないと。で、Android、iOS 用のアプリ、キングダムハーツミッション、ミッシングリンクっていうのもですね、まだリリースが決まっていないというところです。でもこれクローズドベータテストっていうのはやってるんですかね、2022年内にっていうことなんで、多分これはやってるんですね。これ自分ちょっとやりたいなって思ってるんですけど、はい、ここら辺もまだね全然決まってないというところなので、ちょっとはい、ゲーム関連で言うと、まぁ、ちょっと厳しいんじゃないかなというところがわかるかなと思います。更新、調べたとこ、多分これ、特に更新されてなかったんで、うん、っていう感じです。なので、まあ、ゲーム関連で、じゃあ新ツムがね、今月作るかっていうと、まぁ、ちょっとそこが厳しいところがあるかなというところになります。ただですね、まぁ、ゼロじゃなくて、っていうのもですね、10月って、まあ、ここに、いますね。ハロウィン空とか、いるじゃないですか。ハロウィンツムとして、10月新ツムと来る、新ツムで来る可能性はあるかなと思ってて、まあ、それこそ、多分2021年の10月はパイレーツ空が確か来てたんじゃないかな。あれパイレーツ空っていつでしたっけ、もっと前だっけ、あれ全然記憶にねえな。え、あ、9月でした。あ、でもそうすると9月ってそんな関連あるんかな、ごめんなさい、10月だと思ったけど9月でした。ってことはやっぱ9月結構パイレーツ関連ある、ワンチャンあるかもしれないですね。自分ちょっと10月だと思ったんですけど、9月は、ちょっとここ最近だと、2021年の9月はなかったけれども、2022年の9月はキンハーだったということで、9月にキンハーが来る可能性はじゃあゼロじゃないということですね。あと10月も一応ハロウィン関連で、まあゼロじゃないかなというところは、ありますよというところですね。で、そこで新ツムで金波が来れば、うん、まあワンチャン波の復活あるのかなというところです。はい、そんな感じだと思います。で、他の可能性で言うと、三が日セレボとか、あとは記念セレボのお話なんですけど、どうしようかな。まあ三が日セレボは、復活する可能性はかなりあると思います。はい。なんで、まあ、とりあえず、これか。三が日セレボの全26種だったら全然あると思うので、普通に、はい。あると思います。
なんで来年の三が日に、一番最速で復活する可能性が一番高いんじゃないかなというところです。あとはね、記念セレボがさ、皆さんよく言うんですけど、1億ダウンロード記念セレボで来るんじゃないかとか、9700万記念セレボで来るんじゃないかとか、いろいろ言われてはいるんですけども、あれ、記念セレボの、あれ、どこ行ったかな？これかな？これじゃないな。記念セレボのシートが、ここか。記念セレボが、2021年から、こんな感じで来てるんですけど、ここで共通して言えることがあって、コラボ関連、コラボ関連って言っていいかわかんないけど、スター・ウォーズ、ツイステ、キングダム・ハーツ、この辺の関連はですね、過去一度も復活しないですよね、記念セレボで。なので、こう考えるとですね、記念セレボでは復活しないと思われます。しかも、ここ最近はもう全12種類できちゃってるんで、あと記念セレボはね、どっちかっていうとね、ペアツムを結構押してるっぽいんで、なんでそこがメインになってくるんじゃないかなと思います。直近の2回で言うともね、ペアツム2体復活してるんで、そんな流れになるんじゃないかなと思います。ちょっと前に予想したけど、ペアツムはこんな感じで、この辺のどっかが来るんじゃないかなとか思ってますけど、っていう感じです。なので、記念セレボが来なくて、三が日が一番有力で、ただ、2023年、金ハで新ツムが来ることがあれば、ワンチャン、ナミネ、セレボで来るんじゃないかなというところはあります。で、インハーで期待できる次は9月と10月しかないんで、9月、10月で来ないとちょっと厳しいかなと。あと12月でワンチャンクリスマス空とかそういうのがワンチャン来るかもしれないですけど、その辺ぐらいですね、期待できるのは。ということで、以上が、自分の考察だったんですけども、いかがだったでしょうか？皆さんはどう思いましたでしょうか？でもやっぱ記念すれば厳しいんじゃないかな。と思います。こんな感じでございましたけれども。また、ちょっとね、コメントとか、結構質問多いやつはですね、ピックアップして、こんな感じで、動画として答えた方が、皆さんも、把握できると思いますので、一応こんな感じでもうやっていきたいなと思うんで、素朴な疑問とか、リクエスト動画とか、もうですね、今後、ちょくちょく取り入れていきたいと思いますので、皆さん、ぜひともコメントもしていってください。ということで、以上で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくです。それでは、バイ。